はい、おはようございます。9時25分2月5日月曜日でございます。朝ごはんを食べたいなと思います。本日は納豆、卵2つ、そして梅干し2つでございます。チャルマッケス見た。ワイフとパンもごいっさよきゃー、仲良いやつ。はい、朝のシートマスクをしながら掃除でございます。これすごくない？これここに水を入れられるんですけど、水を入れてここからね、スプレーが出てくるんですよ。見てください。いきますよ。ここでこうやるとくるくるくるって回るんです。これがね、床めっちゃ綺麗になる。そして楽。腰が痛いのが方はめちゃくちゃおすすめでございますよ。腰痛めないので。ほら、こうやってやるんです。めちゃくちゃ楽でございますよ。はい。そしたらさ、これがさ、取れるのよ。こうやってマジックテープになってて、これ取れて、これだけ洗えば、ね、楽っていうね、すごくないですか？これいくらぐらい買ったかな？ 2,3 千円ぐらいだと思うんですけど、3000円しなかったかな？ 2,000 円、1900とか1700とか、そんぐらいだったというような気がするんですけど、これだけ洗えばいいっていうね、超絶楽じゃないですか、これ。本日はミーティングなので、11時。ミーティング11時ピッ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 、早く準備しないと。はい、ミーティング終わった。現在の時刻は12時20分でございます。ピッ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 。外雨降ってきたな。雪になりそうですけど、ちょっとみぞれっぽいね。ワイフ大丈夫かな？傘持ってってないような気がするな。あ、ちなみにワイフ仕事に行きました。今日は外ですね。僕は自宅での作業。今週も地方に行くから準備しないと。コーヒー飲もう。88度。コーヒーは美味しくていいですよね。最初は60グラムほどの味噌。うまそう。はい、2回目。東京雪？雪が降ってきた感じですね。一年中アイスアメリカーノでございます。これかわいいな。これ何のやつだろう。チークジョックフォー東京って書いてありますけど、これどっかのやつもらったやつですね。ポップアップかな。これサンプルセール、違うな、なんだろう。一年中アイスが美味しいんですよ、アイスアメリカーノ。違うね、アイスアメリカーノじゃないね、ドリップだね。本日のご飯は生姜焼きでございます。久々に自分で作っております。こうやってワイフが毎日ご飯いないときはね、こうやってすぐ作れるように、これ生姜焼きですね、自家製でございます。いろいろ混ぜてるんですけど、ちゃんと枚数も決まって6枚でございます。いただきます。作ります。本日のご飯でございます。こちら玄米といろいろ混ぜてるんですよね。はい、もう作り置きで食べてるご飯ですね、作ってるやつと、こちら生姜焼き自家製でございます。いただきます。チャルマッケスミンダー。今日大雪。ワイフ大丈夫かな。そんな感じでちょっと荷物の整理をしてて、動画のね、撮影の方もあるので、ちょっとこんな感じで中もちょっと撮っとこうかなと思います。はい、
ここですね。まあ、こちら、まずレンズからいこうかな。2470のこちら GM レンズになりますね。でこちらがミストフィルターなんですけど、ピーター・マッキンロンのミストフィルターを作っております。はい、こちらブロワーですね。ブロワーも入れております。はい、そしてカメラ、今使ってるカメラがα7IV なんですけど、こちらにはサブ機としてちょっと夜の方とか暗いところで撮りそうなので、こちら α7S3 ですね。メディアもちゃんと入ってますね。確認しとかなかったね。はい、な感じで、あとはこちらはジンバル、まあこちら上の方にジンバル入ってるんですけど、ジンバルの使うやつですね。ハンドルと三脚とこちらバッテリーですね。まあこんな感じでパッキンして入れております。でまあロケ撮影だからほぼ今日まあモバイルバッテリーのこちら CIO かな、 CIO のやつを2つ入れておりますね。1000のやつの 30W かな、これ2つ入れております。これで大体いけるので、まあ、全部 USB-C、今持ってるこの7-4 もUSB-C で、バッテリーできるので、はい、こんな感じでですね。で、あとは、モバイルバッテリーがあるから、あとはね、こちらの、α の NF、なんだっけ、なんとか Z100 みたいなバッテリーのやつの、バッテリーのやつが届くので、バッテリー充電器がね、それをあとは入れて、ですね、こちら。はい。はい、でこちらの上の部分にはこうですね、こちらジンバル入れてるんですけど、はい、こちら RS3 ですね、 DJI のやつを入れております。こちらめちゃくちゃ楽ですね、本当に最近の新しいやつはめっちゃすごいですね。はい、こんな感じで入れております。はい、でカメラバッグはこんな感じで、まあ、カメラバッグね、いろいろ本当に高いのからいろいろ試してきたんですけど、まあめちゃくちゃ高いからいいってわけじゃなくて、自分の用途に使いやすいのがめちゃくちゃいいですねって思いました。はい。これも全部手が届く範囲で、ここからアクセスカメラも出てきたりとか、ここ僕携帯とか入れるんですけど、まあ、ここら辺とかね、いろいろ、まあ、何入れるかな、小物。うん、財布とかも入れるし、財布は違うな、横だな。うん、とか小物を入れたりとかするんですけど、で、ここにも、あるし、ここもバッテリーとかモバイルバッテリーとか入れて給電したりとかするんですけど、で前もこれ本当に疲れないし、汗もかいても通気性がいいのでめちゃくちゃ気に入ってんですけど、でこうやってカラビナだっけな、これつけて、でこちらもピークデザインのキャプチャーつけてるんですけど、まあこんな感じで、まあこっちにはパソコンの、ラップトップが入ったりとか、あとこっちでね、三脚とか入れたりするんですけど、まあ、そんな感じで車の時はこんな感じで中に入れて、で、まあ、ペリカンもあるんですけど、キャリーのね、これが使いやすくてこれ使っております。はい、急遽出すやつ、まあ、三脚とかバッテリー系とかコード系とかストラップもね結構僕使ったりするので、あとはまあマウスね、だからここら辺はメディア、SD カードとか、あとフィルターとか、まあそんな感じで、こんな感じでコンパクトにしておりますね。で、まあ泊まりなので、ここら辺に、まあ洋服とかいろいろ入ってきて、ここにもパソコン入れちゃったりするんですけど、こんな感じでクッション性があるようにして、車の中に入れる感じでございます。かなりコンパクトですよね、僕はね。でも泊まりの際はね、もうこれがないとダメってやつがあって、これなんですけど、無印ねのこの何ですか、ネックなんとかってやつ、ちょっと名前わかんないですけど、これがめちゃくちゃ良くて、これ枕にもなるし、泊まり先で枕合わないのとかあるじゃないですか。そういう時でも僕これ枕がちょうど合うんですよ。こういう風にしてここに頭つけて、つけて、乗っけてね乗っけて寝るんですけど、これがねちょうど僕いいんですよ。で、疲れなくて、本当に、むしろ家にある枕よりいいんじゃないかぐらい気に入ってて、むしろ家もこれに変えようかなって思ってるぐらい良くて、もうこれがないとダメですね。今無印で、いくらかな？ 1400 円ぐらいで、
購入できるんですけど、もうこれがないと本当にダメですね。うん。まあ、あの、車とか、あの、移動中の飛行機とか、これ使えるので、超絶おすすめ。1400円とかだからね。これは、本当に。あと、カバー洗えるし、良すぎてあんまり教えたくないぐらい、本当に、めちゃくちゃいいんですよね。バタサンターベよ。はい、本日はちょっとシトゥーシーについてちょっといろいろ話したいなと思ってね、シトゥーシー来てるからちょっとシトゥーシーのことで、あのちょっと最近いろんな情報を得たので、あのちょっと何ですか、記録として残しておこうかなと思ったんですけど、まあ僕の知り合いでこの間ちょっと話をいろいろシトゥーシーについて話をして聞いたんですけど、まあシトゥーシーに働いてたっていうね、どれぐらい前、20年前ぐらいから働いてる方でちょっといろいろ聞いたんですけど、シトゥーシーって昔と比べて値段めちゃくちゃ違うじゃないですか。でそれでまあ最近だとね、まあ、T シャツとかだと9000ぐらいするのかな。まあ昔とかだったら、僕も結構どれぐらい前かな、30年前ぐらいかな、ぐらいからはシトゥーシーを購入したことがあるんですよ。でその時の値段とも明らかに違う、もう言ったら多分倍ぐらいになってんじゃないかなっていうぐらいですけど、でまあ、 あの実家の方でいろいろ服を漁ってたら、昔のシトゥーシーがあって、もう今だとめちゃくちゃ価値があるやつがゴロゴロ出てきて、まあサイズもね結構ね、あのでかいものが多かったんですよ。まあ、なぜかというと、あのスケーターしてたので、あのスケボーをねしてたので、まあその時のサイズがめちゃくちゃあるっていうので、あのまあすごくいいものが残ってて、まあそれについてちょっと昔のその働いてたってスタッフと話した時に、そうですね、そのまあなんで上がって金額上がってるかって、僕が見る限りなんかちょっと今のシュプリーム戦略にちょっと似てるなってすごく思ってて、でまあなんかちょっとセールもやらないじゃないですか、シトゥーシーって。でセレクトショップがあのシトゥーシーから買い取ってセールとかやってるんですけど、基本的にシトゥーシー店舗ではやらないんですよ、直営ではね。なのでまあそこら辺で、まあ、シトゥーシーの、まあ、戦略、売り方戦略ってすごいなと思ってて、まあ、シュプリーム化してるような感じだなって僕は思ってるんですけど、まあ、僕だけのね、あの感じなんですけど、意見っていうしてね。でそれでまああのまあその在庫がほぼはけてるじゃないですか、まあ、余ってるものあるって言ったんですけど、ほぼはけてるのにすごいですよねって話をしてて、はけてないやつはどうしてんですかねって言ったら、あのどうだっけな、倉庫が静岡にあるって言ったかな、確か会社が静岡だと思うんですけどね。でそこでまあ地元の人とかになんかいろいろめちゃくちゃ安くとか身内とかでっていう、これ言っていいのかどうなのか分かんないですけど、まあそんな感じ。まあ、ネットでも出てないよね、これね。どうなんだろう、わかんないですけど。まあ、らしいんですよ。だから、すごく昔の在庫とか、多分サンプルセールみたいな感じで、超安くとかで売ってるか、上げてるかみたいな感じなんですけど、あの、まあ、在庫は残ってるってことは言ってましたよね。うん。すごい倉庫にめちゃくちゃあるらしいですね。そこ行きたいですよね。うん。まあ、シトゥーシーこうやって好きで、僕、シトゥーシーとコラボとかナイキとか結構好きでね。このとか着てるんですけど、まあちなみにこれ XL サイズで、まああの前回サイズについてちょっといろいろ話をしたりしたんですけど、まあそんな感じなんですよ。まあどんな感じがって感じで、話してるとよくわからなくなってきたな。どこに行ったんだって話なんですけど、まあそんな感じですよね。うん、そんな感じ。はい。で、まあ終始なんですけど、まあ最近在庫もすぐなくなって、一回作ったらもう作らないみたいなのが多いので、あの一回在庫がはけちゃったら買えないっていう状況がすごく続いてるかと思うんですけど、うん、まあずっとコラボやってね、まあいいものがあると思うんですけど、でまあシトゥーシーね、ここでね、あのおすすめ情報として、まあセールとかで安く買う方法として、セレクトショップで買った方がすごく安く買えると思います。で僕があのセレクトショップで行ってよかったのがアイスランドなんですけど、であのいろいろあのセレクトショップに置いてあるんですけど、アイスランドのセレクトショップのセレクトが超絶いいんですよ。もうすごく良くて、あのね、そして在庫も超残ってる。あの XL とか L もあったな、 M も、もうほぼほぼ全部残ってるんですよ。それでそのまあアイスランド行くってことはタックスフリーで買えると思うんで、アイスランドだったら全部で45% オフですよ。超安くないですか。
で僕ここにね、あのシトゥーシーってでっかく書いてるやつあるじゃないですか。日本でも多分まだ在庫残ってると思うんですけど、僕も調べたんですよ、アイスランドの時に。残っても思うんですけど、12,000円、1万1000円いくらぐらいで購入できまして、あっちで。で多分日本だと2万円ぐらいするのかな。まあでも買おうかなって、まあ、XL があったので買おうかなと思ったんですけど、 L もありました、ちなみに。買おうかなと思ったんですけど、まあ買わなかった感じです。買っとけばよかったかなってちょっと思ったんですけど、まあどうせ着ないしね、あのもうここにドーンと入ってるのとかあんま好きじゃなくて、ちょっとワンポイントとかない方が好きなんですよ、うん。まあこの間ロンドン行った時に、まあまあお土産としてここにロンドンって書いてあって、後ろにも必要しロンドンって書いてあって買ったんですけど、うん、でもね、まあそんぐらいかなみたいな感じで。なのでいろいろロンドンとかの出演者も行ったんですけど、ロンドンの出演者も在庫がめちゃくちゃある。で一番ないのは日本。本当に最近ちょっと出演者に行ったら在庫がなさすぎる。うん、はい。まあちょっと出演者についていろいろ話させていただきたんですけど、そんな感じでございます。まあ先ほどの在庫とかこのシトゥーシーのこの倉庫にあるっていうのは言っていいのかどうなのか分かんないですけど、まあそんな感じでございますよ。まあ、ちょっと今日はシトゥーシーについてちょっといろいろ語らせていただきました。あ、突然日本が分からなくなってきた。はい。まあ基本ね、韓国語がずっとメインなので話してるのが。たまりませんですよ、頭の中から韓国の文字が出てきちゃうので。語らせていただきました。合ってるよね。まあちなみになんですけど、まあ明日はアークテリクスについてちょっといろいろ話そうかな。うん、今日はちょっと終始だけの話にしとこう。うん、はいはい。こちらね、昨日買ったあの2つの商品なんですけど、こちらティムっていうところなんですけど、こちらのね、ソニーのね、あの NP-FZ100 っていう、ソニーのカメラ、アルファシリーズとか、まあ、最近だとあれか、C2 とか、そちらもそうだと思うんですけど、これね、C とか、アルファ C2 とかなんですけど、まあ、FX3 もそうか、FX30 もそうなんですけど、こちらをね、買って、もう、あれですね、商品が売ってないですね。これめちゃくちゃ安くて、いくら？これ2000いくらで買えたんですけど、Amazon とかだと6000くらいで、昨日のね、あの動画にも喋ったんですけど、で、すごいね、これなんでこんなに安いのかなっていうか、それでまあちょっと心配で、まあ初めて買っただからどうなのかなと思ったら、もうさ、あの翌日には発送されましたね。で、まあ翌日にね、発送されてるんですけど、いつ届くんですかね。もうなんか本当にすぐ届きそう。なんか15日とかなんかそんな感じかな、12日とか書いてあったんですけど、うん、ですけどなんか早く届きそうな雰囲気もあるっていうところで、でまあこれね、まあ、なんか YouTube とか見たらソニーしかないから他のやつも出してほしいとかね、 Z シリーズとか、 Z だとニコンか、ニコンとか出してほしいとか結構出されてたんですけど、ありますね、このティムっていうところの中には。はい。なのであとキャノンとかもあるので、富士フイルムはどうなのかな、分からないかないですけど、まあちなみに今とかだとこれ多分これ Z シリーズニコンだと思うんですけど、それでも金額が2673円とかなので超絶安いと思いますね。なんか今なんかバレンタインセールみたいなタイムセールとかもなんかやってて超安くなっていますね。まあすぐ完売しちゃうみたいな感じで、2600円だと安いですよね。なのでこういうガジェット系がめちゃくちゃ安い。本当に昨日も言ったけど、まあ同じこと言ってるかもしれないんだけど、うん、超安くて、で、まあ、早く受け取らなくてもいいって方は、まあ、こちらの方がおすすめなんじゃないかと思って思うんですけど、まあ、まだ来てないので、まあ、翌日発送されたっていうところだけで、まあ、あと何日になるのかという、まあ、一番早くて、4日後とかだったので、3日後だったので、まあ、3日後に届けばめちゃくちゃいいですよね。そこから15日過ぎると確か600円換金でなんか戻されるみたいな感じでくれるらしいんですよ、ポイントでね。
うん、だからそれまでに絶対来そうな感じで、なんかパーセンテージ出てるんですよ、何パーセントであのちゃんと配送さ、あの7日以内に届いてますよっていうのがあるんですけど、こことかだと 87.5% で、まあ、配送7日以内に届いてるっていうので、まあ、かなり信頼性があるんじゃないかなっていうところで、はい、あの購入して翌日なのでどんな感じかちょっとで、まあ急遽必要だったので、まあ、Amazon の方でもちょっと購入してて、急遽使いたいなと思ってるんで、そちらの方もね、まあ、画像がちょっと近かったのでどんな感じなのかっていうのもちょっと含めてちょっと見てみたいなと思っております。で、まあ、Amazon の方なんだけど、 Amazon の方はあの2日後に来るみたいな感じだったんだけど、翌日に来ますね、なんか早まって翌日発送、あ、翌日に届くみたいな感じになってたので、めちゃくちゃ早いですよね。まあそれでもあの倍以上金額はしてる感じなので、まあどうしても欲しいって方はね、あの倍はさすがにね、どうしても欲しくて倍はさすがに出せないかなと思うんですけど、はい、そんな感じですね。何作ってますか？MC ジャーハン。わあ、それは私が好きなやつですか？かもしれない私仕事変えてばっかりなのに、仕事してる。今日の髪のスタイルどうですか？かわいい。でも雪でボロボロなっちゃって、うん、モトンスタイル、森スタイル、モトンスタイル、すごいやばいよ。だめだ、100円ください。でも、取れるぐらい。うわー、コンビだ。すごいですね。はい、はい、はい、本日の晩ご飯でございます。こちら、キムチポッパーにチーズを乗せておりますね。めちゃくちゃ美味しいでございます。こちら、僕の大好きなキムチポッパー。チャルモッケスミダー。はいー。